ウキウキうるせえんだよ。ドアの開け方ぐらい覚えろ、このクソガキ。引っ越したばかりのとこを食わしやがって。たまにそういうこと言い出すから。忍、お前んち間取り狭めとはいえ家賃高いだろ。いやいやいや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジーン、シドニー、ケイト、ユーコ、フランソワーズ。手を使う、どんだけ女作ってんだよ。時間は待っちゃくれないからな。病院でも言ったが、今回の修行の目的はお前だけの最強忍術を作ることにある。細かいことはいい、キスするとき歯とかぶつかったらヤマトがかわいそうだからな。練習させてくれ。今度こそお前が男だってことをこの目に焼き付ける。10年間の思いを終わらせる。俺を幻滅させてくれ。いや、よし、これで終わ。てめえなんざにかぶっちゃいられねえんだよ。生きて帰れると思うなよ、ジョージ。俺、女子と関わりとかないから。なんなら男子との関わりもないまである。何が？全然 V 字じゃないけど、全然惜しくなんかないけど、全然宝くじなんか興味ありませんけど。土方さん。どうしてもってんなら力ずくでねじ伏せな。おいおい、もう答え言うとるようなもんやんか。見ようとせんかったらええ、やろ。くそー、海軍この町まで来てたか。時間がねえってのに。しかし、子が3秒でケリをつけさせてもらおう。くそ、じゃあ何、これから来んのか。は？別に浮気の一つや二つ何も気にすることもねえけど、一応確認しとこうと思って。浮気？その花、うちの子だって可愛いだろ。ほらほらほら、反抗期だからって嫉妬しないの。まあ、うちの娘に反抗期なんてないけどね。だから甘いってシュラ、ガンフォールは生きてる。とはいえ中身は薄っぺらい。会計の犬め、この俺に反撃してくるとは。面白い。電車は俺が何とかします。五丁、このダム副葬式ですね。 901ATT。 さあ時間ないですよ。見るがいい、空っぽかどうか。これが本当の人間だ。こんな言葉を知ってるか。さらに向こうへ。うるせえ、エレタラ。炎で目がくらんだな。貴様が切ったのはシルバーチャリオッツが彫った彫刻の人形だ。私の炎は自在と言ったろ。お前が打ち返した火炎が人形の関節部をドロドロに溶かし動かしていたの。ああ、クマか。確かにクマみたいに強かったな。で、どこに行けばもう一回戦えるんだ。ゼンさん、俺もう一回聞けば分かるような気がしてきたぜ。頼む、もう一回最初から説明してくれ。王ではなく私を見てほしい。でなければ私は悲しくて寂しくて眠ることさえできなくなる。脱出できないんならいっそ音楽なんかやめてしまうか。なんだこの匂いは。隣、あの女の部屋か。もう手段がないんじゃない。今は手段がないだけだ。可能性のピースはもう揃ってるはずだ。あんたがためらっているだけで。男と男が勝負すんのに雰囲気あるじゃねえか。ここはもう
それはお褒めいただいていると解釈してよろしいでしょうか。まあ、暴れられりゃどんなとこでもいいんだがな。俺は何もできん。あんな上空に構えられたのでは攻撃する手段がない。謎の飛行物体は現在沈黙している。今のうちにメタルナイトを呼ぶのがいいだろう。ナオ・ディアブロ・ブラソ・イスキエルダ・デル・ディアブロ。俺は恥ずかしいからしないぞ。なんでだよ。しつこい族様ら。まったくです。パタ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 。俺はな、玉木、お前に言いたいことがたくさんあったんだ。でもな、お前の顔を見たらどうでもよくなった。あなたと同じ空気を吸い続けるなんてヘドが出ます。それに残念ながら私はこれでも割と多忙な身でしてね。その経験は平和の中でも必ず生きる。過去が不問の諜報部がある。そこで殺した以上の人を救え。殺した人々には毎朝神社によって祈れ。それでいい。こんなかったいいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なバッケで叶えてくれる。決まりだ。貴様がヒューズを殺した、その事実さえ分かればよい。もう喋らなくていいぞ、エンビー。まずその下の根から焼き尽くしてやろう。だが彼のおかげで君と鮮血の絆は深まった。彼の名は木永瀬つむぐ。確かに僕の組織の一員だ。だが彼との戦いの結果、君と鮮血は真の相棒になった。キリウィン・サツキがカムイを手にした。おお、夜市さんじゃないっすか。おかえりなさい。ほーら、高い高い。なんだあの猫。夜市さんと言いましてな、店長の無二の親友なのです。俺が誰より守りたいのはお前だ。俺はお前に惚れてるんだ。新選組を率いる務めさえ終えれば死んでも構わないと思っていたが、生きたいと思う理由ができた。これはお前が誘拐されたって聞いて飛び出して海に落ちた？なんでそうなるのよ。まあいろいろな。水飲むか。すまんサシャ、言葉の意味はよくわからんが、俺が間違っていた。わかればいいんです。さあ、お肉のために心臓を捧げましょう。はっ。紫バラとやった時の気合はどこ行ったんだよ、鉄心。嫌なんだって本当。シャキッとしてくれよ、鉄心。やめろって。鉄心、鉄心、鉄。久しぶりだな、七瀬。去年の地方大会のリレー見てたぜ。こっちに来てたのか。たまたまな。けど本当お前らバカな真似したよな、リンまで巻き込んで。近年最高傑作と名高いサナギ対幼虫編、限定版には漏れなくバタフライ缶がついてくる。予約済み3冊見た？見たね、ボサノバッチ。見てねえ。いや、チラッとは見たけど、一瞬だけだから見てねえ。いや、見たのは見たけど、やっぱ見て。ダラマンダーが作るんだ、俺様を称える歌をな。こいつもだ、世話してやったんだからそれくらいさせてもいいだろう。いかなる闇に隠れようと、この手におつるべし。兄さん、どうして。あくまで汚れた手でリツカに触れるな。美しくない。
しかしわかる、言いたいことはわかる。まあこれで彼がお尋ね者になったんなら誘いやすい。誰を誘いやすいって？ああ、それが名前全然知らないんだよね。って、わお！俺はそのままのてめえを殺す気なんかねえんだよ。加減してやってるうちにとっとと出せよ、てめえの挽回を。でねえとてめえもそこに転がってる死神みてえに穴開きにするぜ。ジュース買ったから30円しか持ってないんだよ。最低。悪かったな、もう俺は久しじゃないんだよ。金貸してくれ。参ったな、リン。私を頼む。知っての通り頼りないやつだからな、君が支えてやってくれ。おっちゃん。くだらん、俺はもう帰るのだよ。俺行っちゃうんすか？行くぞ高尾。いいのかよ。クロコ、ウィンターカップだ。またやろう。イザヤ君は俺のことを勘違いしてるんだよ。俺は殺し屋じゃない。本当に？ああ本当さ、イザヤ君とは友達なんだけどちょっと喧嘩しちゃったんだ。気づかなかったのか、華教員はハイエロファントの触手をお前のスタンドの足に結びつけたまま逃がしたようだな。タコの糸のようにずっと向こうから伸びてきているのに気づかねえとは、よほど無我夢中だったようだな。幾重にも旅と航海を重ね、世界の七つの海を冒険し、七つのダンジョンを攻略して自らの国を打ち立てた男、七人の陣の主、七回の覇王、それがシンドバット。じゃあ俺のことをお兄ちゃんと呼んでみ。お兄ちゃんだ。可愛く言わないと合格点出さないからな。レンがそう呼ぶのなら俺はただの兄貴だけど。誰が何の主だって？どうも嫌な予感がするんですがね。スオン様、イル陛下はどこにおられる？酒にでも酔っておいでか。誰事にしては度が過ぎますよ。それから好きな人、キサ翔太。キサさんがいろいろ遊んでたってのは本当なんだろうけど、ちゃんと俺だけを見ててくれるならそんなのどうでもいいです。私は生を全うした人間を尊敬しています。それに彼女は行動や意見が新鮮で興味深いのです。キツガヤ隊長。浮竹、どういうことだ？旋回門を閉じるなんて。ああ、夜市の話では何かが現世で起こっているらしい。そうだ、俺は俺の目的オールブルーのために。サンジ。ああ、付き合おうじゃねえか、海賊王への道とやらに。え、お前の船のコック俺が引き受ける。生きていると思ったのは気のせいだった。念のために首をはねて確実なる安心という形にしておくかなあ、ジョー太郎。まあ見てな、すげえ強運なんだぜ俺。特に今日は負ける気がしねえしよ。でも大丈夫だって、絶対守ってやるからな。ああ、誰がおっさんだこら。おっさんだよ、おっさん。ここでおっさんつったらあんたしかいねえだろ。もうボケてんのか？はあ？ボケてんのはてめえらだろ。まだんな年じゃねえよ。だいたい10年も私はてめえらだって十分おっさんだ。あとどれだけ好きならお前は俺を受け入れる。表だ。覚えておけ。
お前に婚約者がいようといまいと、俺は。それについてあなたが知る必要はありません。そもそも彼らの計画はうまくいくとは思えませんしね。ただあなたの血が特別なのは事実です。ならば私自身で歪みを正すことがせめてもの食材。この私を本気で止められるか。何としても止めなければならん。一人の王国聖騎士として、そして一人の友として。腹減ったな。なんか食いに行きましょうか。よし、ただでうまいもの食わせてやる。ついてこい。ただで豪華な料理が食い放題なんだぞ。文句言うな。やりよー。俺たちは健全な男子高校生だぞ。可愛い子に興味持って何が悪い。分かった分かった、もう悪くねえよ。あ、分かったぞ。実は水色みたいな方が良かったりするんだ。